きなです。 UU クラブ TV ご覧ください。こんにちは。365日カレー2018です。今日はパン屋さんの、カレーパンを食べたくてこちらにやってきました。石川県金沢市ブランジェ高松さんという、パン屋さんです。知り合いの方からこちらのお店のカレーパンが美味しいということを聞きまして、早速食べてみたいと思いました。ありました。売れ筋ナンバーワンとなっています。さすが評判通りですね。これを買って、ちょうど店内にイートインスペースがありましたので、そちらで、食べてみたいと思います。中身を見たくて食べる前に半分に割ってみました。中からこぼれ落ちそうなカレー、そしてカレーの具材が見えます。この辺りは今まで食べた市販のコンビニなどで売っているカレーパンとは違います。具材のボリューム感が見た目は違うように感じます。食べてみて感じるのは美味しいですね。パン屋さんということでパンの柔らかさ、パンの美味しさはもちろんなんですけど、具材のカレーが、なんて言ったらいいんでしょう、やや甘めではあるんですが、とてもうまみのあるカレーが入ってる、そんな感じです。前に別のカレーパンを食べた時にも申し上げたんですけど、カレーパンというのはこういう揚げパンタイプのパン生地でないと相性が合わないのかなという、他のパンではダメなのかなという思いでいます。ぜひ、他のタイプのパン生地、がカレーを包んだ、そんなカレーパンを食べてみたいなと思います。改めて、こちらのお店の自家製カレーパン、とても美味しかったです。それではまた明日。今回のゆうゆうクラブ TV いかがでしたでしょうか。よかったらグッド押してね。もしよければチャンネル登録もお願いします。バイバーイ。